ブリードアイランドへようこそ。ジンの指輪が。あなたはもしやゴン様では。うん、そうだけど。おお、お待ち申し上げておりました。それではこれよりジン様のメッセージをお伝えいたします。よく来たな、ゴン。これは俺が仲間と作ったゲームだ。まあ、楽しんでいってくれ。ここに何か俺にたどり着く手がかりがあると思ってきたなら、はい、言ったかな。ただ俺たちのゲームを自慢したかっただけだ。まあ、理由はどうあれ、ここまで来た以上、あるアイテムを手に入れない限り、ここからは出られない。思う存分プレイしてくれ。以上です。それだけ？ええ、セーブデータは以上です。ゲームを楽しめか。本当にジンはこのゲームを自慢したかっただけなのかな。それではこれよりゲームの説明をいたします。ゴン様、ゲームの説明を聞きますか？うん。このゲームでは指輪をはめていれば誰でも使える魔法があります。魔法？ブックとゲインです。それでは指輪をはめた手を前に出し、ブックと唱えてください。ブック。このゲームをクリアするには、あるカードを100枚集めなければなりません。これはそのカードを収めるバインダーになります。つまりこのゲームの目的はそのバインダーを完成させることです。最初のページを開いてみてください。カードはまだ1枚も入っていませんが、それぞれのポケットに番号が振ってあります。そのポケットには同じ番号のカードしか入れることができません。これを指定ポケットと言います。指定ポケットの後のページには番号のないポケットがあります。そのポケットにはどんな番号のカードでも入れることができます。それをフリーポケットと言います。指定ポケットはナンバー0から99まで100個あります。それに対しフリーポケットは45個です。指定ポケットに入るナンバー0からナンバー99までのカードを100枚コンプリートすること、それがこのゲームのクリア条件です。100枚のカードを集めればいいんだね。でもカードってどうやったら手に入るの？アイテムを入手してそれをカードにするのです。例えば、剣を入手したとしましょう。剣はプレイヤーが手にしたと同時にカードになります。そっか、カードを入手するにはまずアイテムを見つけるんだ。もしカードにしたアイテムを武器として使いたいときは、もう一つの魔法ゲインを唱えます。そうするとアイテムはカードの状態から元に戻ります。なるほど。ただし一度ゲインで解除されたアイテムは二度とカード化することはできません。同じカードを手に入れたければもう一度同じアイテムを入手する必要があります。ここまではよろしいですか？なんとか。ゲインで一度カード化を解除されたアイテムは二度とカード化できないと言いましたが、あと二つカード化できないケースがあります。一つはそのアイテムのカード化限度枚数がマックスになっている場合です。カード化限度枚数？はい、この島に存在するアイテムにはそれぞれカード化限度枚数があります。限度が100枚以上のアイテムもあれば、わずか3枚のアイテムもあります。つまりカード化限度枚数が3枚のアイテムの場合、他のプレイヤーたちがあなたより先にそのアイテムをカード化してしまっていたら、あなたがいくらそのアイテムを入手したとしてもそれをカード化することはできません。これがカード化限度枚数がマックスの状態です。そしてもう一つ、カードは必ずバインダーに収めてください。バインダーに入れずに1分経つとカードは自動的に元のアイテムに戻ってしまい、二度とカード化することはできません。最後に最も重要な注意点です。参ったな、そろそろ覚えきれないぞ。もしもプレイヤーが死んでしまった場合、
指輪とバインダーは破壊され、中のカードは全て消滅しますのでご注意ください。うん、わかった。死んじゃったらカードがどうなっても関係ないと思うんだけどな。ここでの説明は以上です。これはあくまで最低限の情報であり、詳しい情報はゲームを進めながらご自分で入手してください。うん、ブック。それではこれよりゲームスタートです。ご健闘をお祈りいたします。どこからか。人影はどこにも見えないけど。待たせたな。見られてるな。ああ、おそらく複数いる。やっぱりみんな気づいてる。べっとりとへばりつくような視線じゃねえか。まあこんな距離から気づかれてるようじゃ大した奴らじゃねえ。主だ。おまた。キルア。見られてるな。平原か。町らしき影は全然見えないな。そうなんだけど、みんな大体似た方角に向かったよ。なんでだろう。あっちか、こっちだろ。どうしてわかるの？その方向から見られてる感じが強いからさ。監視は意外に体力と気力を使うから、単独の場合はもちろん、交代でやってる場合でも町からそう遠くない場所で監視することが多いんだ。問題はなんでこっちを見張っているのかってことだけど。まあこんな遠くからでも気づかれてるようじゃ大したことない連中だけどな。ああ、やっぱりそうなんだ。とにかく進むならどっちかだね。どっちに行くか、せーので、ほい。最初はグー、じゃんけんポン。よーし、こっちへゴー。くそー。で、どうだった？ん？ブック。お前のセーブデータさ。カード、何枚くらい入ってた？それがさ、メッセージだけだったんだ。マジ？なんかヒントもなし？うん。ってことは、結局ゼロからスタートか。うん。ジンは、ゲームを楽しめって。ブック。ゲームの中って実感は全然ないけどな。ねえ、キルアはこのゲームのルール聞いてどう思う？まだ全く未知数って感じだな。どうやってアイテム入手するかもわかんないし。とにかくまずは情報収集だな。街の発見だね。ゲームの初歩だろ。どうかね、今度の挑戦者は。
なかなかですな。さて、私もそろそろゲームに戻ります。10日以内にゲームに戻らないと、カードデータが消えますからね。どうした？上から音が。ここはスタート近くの平原ってことは、君たち、ゲームは初めてかい？飛んできた。さて、どうかな？なんだ、今の念能力か。ワインダーを持ってるってことは、あんたもプレイヤーだね。まあね。とぼけても無駄さ。こっちがバインダーを手にしているのに、自分たちのバインダーを出現させてないって時点で、ゲーム初心者なのはバレバレ。キルア君とゴン君か。ねえ、なんで名前がわかったの？さーて、なんでかな。捨てるカードも知らないようじゃ話にならないぜ。このスティールカードは対象プレイヤー一人のフリーポケットを全て見ることができるのさ。フリーポケットに1枚のカードもなしか。決定的だな。こいつら来たばかりの完全初心者。こいつらにはこれで十分。トレース、対象プレイヤーの現在位置を常に知ることができるスペルカード。トレースオン、キルアを攻撃。キルア、バーじゃ、ゲームのスペルからどうやったって逃げらんねえよ。キルア、大丈夫？これでこいつらの居場所はこれから手に取るようにわかる。このゲーム最も重要なものの一つが他プレイヤーの情報だからな。俺に何した？こいつやばい、ただのガキじゃねえ。リターンオン、またドライ。また飛んでいっちゃった。あんな魔法が使えるカードもあんのかよ。確かスペルとか言ってたな。スペルって多分呪文のことだぜ。ねえキルア、あれから変わりない？ああ、でもどんな魔法だったのかな。さあな。まあ今のとこ体調に変化はないし、そのうちわかるだろ。どうやったら魔法を使えるカードが手に入るのかな。とにかくあそこに行けば何かわかるさ。あ、町だ。検証の街、アントキバへようこそか。これ全部いろんな商品がついてるんだね。しかしすっげえ数だな。これで手に入る商品がアイテムってことだよね。尋ね犬、見つけてくれた方に呪われた幸運の女神像を差し上げますか。このアイテムがいいものかどうかもわかんねえな。あ、キルア、あれ。あん時は月例大会行事表か。9月はじゃんけん大会だってさ。つうか、でもゲームの中が9月とは限んないんじゃん。あ、そうか。すいません、今日って何月何日でしたっけ。9月11日だよ。同じだね。だな。毎月15日開催か。9月の優勝商品は真実の剣。重要なアイテムなのかな。多分な。あっち見てみん。一番最初に合格した人だ。あっちにもいるぜ。本当だ。4日後だけど参加する？当然、じゃんけんなら誰でもチャンスあるからな。じゃあせっかくだから待つ間にいろんな検証に挑戦しようよ。腹ごしらえと情報収集と懸賞品、一石三鳥で行くか。30分以内に完食すればお代はタダ。さらにガルガイダーカードプレゼント。それではスタート。ねえおっちゃん、月例大会ってどのくらいの人が参加するの？喋ってる暇があったら急いで食べた方がいいあるよ。教えてよ。まあその月によって違うある。参加者が10人以下の月もあるし、逆に9月は誰でも勝つチャンスがあるから1000人以上集まるある。
1000倍以上か。ところでさ、魔法ってどうやったら使えるの？魔法？なんだそれ。まさか知ってる奴に当たるまで人に聞きまくらなきゃいけねえのか？じゃあ、この町で一番物知りの人って誰？物知り？なんだそりゃ。やっぱり。あいやー、やられたある。見事、10分と13分で2人とも完食。商品取ってくるある。あのおじさん、全然言葉知らなかったね。違うって、これはゲームの中なんだから。あいつはゲームのキャラクター、要するに特定の質問にしか答えられないキャラなんだよ。それ以外の質問や会話にはなんだそりゃとしか返答しないんだ。え、じゃあどうするの？まあ、しらみつぶしに町の人全員に聞いてくしかないかな。そんな大変なゲームってあんの？ RPG は大抵そんな感じだと思うけどな。ゲームって大変なんだな。お待たせある。商品のガルガイダー2枚ある。1217？ F の185？ これ何のことだろう。おお、君たちカード初めてか。異国の人あるか？うん。左の1217というのはアイテムのカードナンバーで、右にある F の185って記号はアイテムの入手難度のことある。難易度ランクは10段階あって、F は下から3番目ある。記号の横の番号はそのアイテムのカードか限度枚数のことある。つまりこのカードは、ま、クズアイテムかな。くっそー、名前からして絶対武器だと思ったのに。どうじゃ、ごちそうさま。おいよー、まつわる巨大なパスタ、確かにタダになった。でも他に注文したアイスソーダ有料ね。1020ジェニーある。あ、そっか。はい、1万ジェニーからね。何それ。この島ではお金この状態でないと使えないやる。マジ？1020ジェニーカードで。くっそー、金までカード化してんのかよ。でもどうやったらお金が手に入るのかな。カードをトレードショップに持っていけばお金と交換してくれるある。くそー、だったらガルガイダーのカードを金に変えりゃ皿洗いなんかしなくて済んだじゃねえか。でも皿洗いをしないとその情報は教えてくれないんだね。何かの条件を満たさないとイベントが発生しないってのはゲームによくあるパターンだからな。動いた。異国のものだ。ゲームに一緒に参加したやつだ。さっきまで何ともなかったのに。ねえ、何があったの？突然体が爆発したんだ。中からボーンとよ。ゲームに参加してまだ数時間、早くも犠牲者か。この圧倒的な死体の存在感、とてもゲームとは思えない。実際に命の危険を伴うゲーム、それをジンが作った。消えた。現実世界に戻ったんだ。ゲームオーバー、つまり死んだんだ。ねえキルア、まさかさっきキルアにかけられた魔法って。わからない。安心しな。このゲームにそんなスペルは存在しない。スペル？こいつ見てたのか。あれは念の仕業さ。他のプレイヤーもな。プレイヤー同士で殺し合いをしてるってこと？殺し合い？プレイヤー狩りさ。このゲームにはカード化限度枚数ってシステムがあることは聞いただろう。貴重なカードほどその数が少なくなるから、プレイヤーが増えれば増えるほど自分に回ってくる確率が下がってくる。逆に言えばプレイヤーが減れば減るほど手に入る確率は上がるってことか。ああ、それでプレイヤー狩りをする過激な連中が出てくる。特にゲームに参加したばかりの者は狙われやすい。俺たちは逆、
数で勝負し、決して血は流さない。どうだい？俺たちと組まないか？確実にゲームをクリアできる方法があるんだ。確実にゲームをクリアできる？ああ。グループでゲームクリアする？ゲームの情報は聞きたいけど。次回、ハンターハンター、勧誘、リスト、最初はグー。なんかムカつく。独占の時間。